お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスパーキークロス使っていきたいなと思います。というわけでなんかたまにねあるんですよね、こういったなんか謎編成が。というわけで海外のちょっと有名な YouTuber がこれでねグラチャレかな受賞してたので、今日はこれ使っていきたいなと思います。でクロスのこれですね、スパーキーがいることによってクロスって基本ジャイきついじゃないですか。ジャイとかロイジャイとか、まあなんかあの縦系ですね、硬いぶっといやつら、あの辺きついですけど、まあ、スパーキーがいることによって、言っちゃえばスパーキーとかジャイとかロイジャイとか、まあ、クロスあのゴレとかにはねこう結構有効な有能なまあ相性が良さげなね、まあ、カードというところで、まあそこのねクロスの弱点をこのスパーキーはねカバーしてるよというのが、まあこのデッキの一つの強み。そしてあとはメガゴですね。あのクロスにメガゴってお前いつの時代やと、そういう時代があったんですけど、昔今クロスといえばアイシーズテスラクロスのロケット流行ってますけど、昔はあのテスラの枠がメガゴでアイゴレの枠がナイトだった、ナイトの枠がアイゴレだったんですよね。まあ、そんな感じで昔のクロスだったらメガゴが、ね、当たり前みたいな感じだったんですけども、最近ちょっといなくなってましたが、言うてね強いと思います。でここの配布によってタギをタワーに、くー相手のマスケが間に合いますね。あですがいい。でこの樽拾いたい。拾えないが、まあ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 入っていきますね。さあ今回対戦相手はババコヤスケラですね。多分マスケットとベビー、あベビーいましたね。そうですね、スケラだと思います。で、まあ、スケラの受けはヤリゴブリンですね。ヤリゴブとウッドガルノでスケラ来た瞬間ぐらいにちゃちゃっとユニット配置して攻めの形を作りたいですね。でそうベビーですね。最近なんかメガゴ入ってるデッキあんまないですね。メガゴ久しぶりにメガゴが活躍しますというところで、これチャキっちゃうかな。チャキって小屋置かれて小屋にもう一回ファイブ打つか、端前テスラでよいしょあのクロスボウあるある、このこれだけで雰囲気クロス使いになれるっていう、よいしょ、端前クロステスラするだけでなんとかね勝てるっていうのがちょっとね強いですね。まあクロステスラって呼ぶ人は僕ぐらいしかいないんですけど、僕もクロステスラってなんか呼んだことないんですけどね、普段。テスラクロスですね。さあ、マスケが右下に来る。アイゴレで剥がしてから、じゃウッドで剥がしてからアイゴレでね、タギを変えます。これですね、まあ、何のユニットでも、タワーにリガーとか来た時も、ウッドからの、ユニットとかで、タギをね、一回変えれるので、よし。で、ここで一回、もうクロスがね、バボコあると取んないので、スパーキーでね、受けていきます。で、メガゴとウッドあれば、てかウッドあれば、スケラって基本的に止まりますね。よいしょ。で、なんならここでクロスを通していく。で、スパーキー気持ち延命したい。延命したいな、お前。デシャバリか？お前。デシャバリか？オッケー。あ、ポイズン打たれたら止まっちゃいますが、まあ、言うて、この、相手に防衛のコストを使わせれば、その間に言っちゃえばウッド削りとか、まあなんか、その辺のね、ちまちま削りができるので、さあ、5を削っていきます。で、ベビーも裂いた後、ゲスケラ打つとしたらナイトかな、盾が出てくると思うんですけど、一回小屋を置いてきたので、僕はね、こう小屋に対してしっかりね、スパーキー合わせて、あとはまあ時間経過待つぐらいですかね。551なので、言っちゃえばスペル削りできる時間帯かなと思います。さあ、次の5ウッドで、終わりで逆サイ来るしかないですね、相手としても。で、ヤリゴブリンとウッドがあれば正直言うですね。まあ、ヤリゴブがあればスケラ守れますね。よいしょ。さあ、というわけで、このまま耐えて勝ちという感じですね。メガゴはね、非常に活躍しますね。こう、最近、なんだろうね、当たり前にスケドラとか、ベビーとかがすごい多かった。なんか、ロイジャイにもベビースケドラ編成とか、お前、ドラゴンしかいねえじゃんっていう感じだったんですけど、エリゴリにも、こうインドラとか、まあ、ライドラとか、まあ、ベビードラスケドラ、ほんまマジで最近ドラゴンしかいねえじゃんっていう感じだったんですけど、久しぶりにねこのメガゴっていうキャラクターをねちょっと使った気がしますね。マジでジャイとラバルぐらいにしか入ってないんですけど、まあ、ラバルとかにも
なんかね、最近も解雇されちゃってますね。かわいそうに。メガゴ。なんか、メガゴずっと強すぎるキャラで、ね、常に下放されても代わりがいない。下放されても代わりがいない。下放されても代わりがいないって感じだったんですけど、なんかいよいよね、ちょっとあれ、メガゴ、もう時代終わったなっていうような環境がね、最近来てたんですけど、一周回ってね、こう、ベビー、スケドラが多くて、まあ、スケドラに対して、まあ、ベビーが強くて、だからまあ、ベビーにもスケドラにも、まあ、両方にも優秀なのが、まあ、メガゴというわけでマッチングしないですね。本当に早くマッチングしてほしいところではあるんですけど、まあ、あとシーズン終了が3日ぐらいかな、3日か2日ぐらい、まあ、2日ぐらいかな、月曜日にフィニッシュで、今日土曜日か、動画上がるのが土曜日だとして、そうですね、もう2日とかで終わっちゃうんで、今季もマルチね頑張りたいなと思うんです。もう毎週じゃ、毎月恒例言ってますね。毎月恒例トロ上げ頑張りたい、頑張ってるんですけどね、本当に。まあ、頑張るのは当たり前なんですけどね。ちょっと、なかなかいい順位で終えれないんですね。なんか、まあ、ステイすれば60位、50位とかは毎回あるんですけど、そっからよく落ちるんですよね。で、なんか結局、フィニッシュ200位付近とかがあるんですよ。どうしちゃえばいいんだろうなってちょっと思うんですけど、これもうスパッキーいるから、うっといですよね、これだって。クロスいたら相手どうにもできなくないですか、これ。あ、じゃあスパーキーいたら。怖いですね、こんな。いや、マジで。という感じでね、シーズンフィニッシュが近づいてますので、今季はね、まあ、こう、ポノスの中で1位の順位でね、一番上でフィニッシュできたらいいなという目標でね、頑張りたいと思ってます。というわけで、まあ、焼き鳥、ライキさん、テンゴット、KK、そしてあと麦か、がいるんで、まあ、その中で一番高い上でね、フィニッシュできたらいいなと、目標ですね、目標。麦タンね、と KK。そこ二人がね、こう、ラダー、マルチ、強いですからね。そこにしっかりちょっとね、食い下がっていけるようにしたいですね。ちょっとそこの二人より上でフィニッシュして、ちょっとマウント取りたいですね。マジで。グロイチ取ったことないんですかって言われちゃうんでね、麦とかに。言われたことないですけど、言われますから、本当に気をつけないとね。よいしょ。さあ、スパーキーが入っていきます。今回の相手なんかプリンスとかユーノとかファルチェとか陸がめっちゃ多いんで、なんか全部スパーキーでね持っていけてますね。なんかたまたま神相性みたいなところがありますけど、まあそんなわけでね、シーズン皆さんもねちょっと頑張るしかないですよね、本当に。いやー、でも今季全然上がってないんですよ。トロがインフレしてないっていう言うんすかね。なんかあんま上がってない。20勝チャレンジとかがやっぱあったので、こう、チャレンジ系があると、みんななんかね、そういうチャレンジとかして、マルチをその分やらなくなるんですね。やらなくなるっていうか、マルチの時間が減っちゃうので、まあそういったところで、今シーズンは、全体的なね、トロは上がってないんで、最多更新ちょっと難しいかもしれないんですけど、諦めずね、まあ、頑張ってくださいと。というわけで、もう、ボコベコのベコボコですね、これは。もう、タワーね、降りに行っちゃいます。さあ、リセット系がない相手っていうのもありますね。まあ、というわけで、これはね、楽々、勝ちと。うん、探って惜しい。ふーし、さあ、やばいな。もうなんか、疲れちゃった。今日生放送したんですよ。生放送。そう。来てくださった方ね、ありがとうございます。来てくれなかった方々って言ったら失礼だな。来れなかった方ね、ぜひまた来てください。シーズン終わるまでいいな、生放送できたらいいなと思うんですけど、意外とね、時間がね、まあ、ないこともないんですけど、結構ないですね。爪、鬼爪頑張ればぐらいなんですけど、まあ、放送もう1回か2回できたらいいなと思ってるんで、その時はね、ぜひ来てください。しかも今回ね、結構上がったんですよ、トロ。まあ、230くらいかな。そう。いい感じにトロが上がりつつという感じだったので、これトリトン警戒でやりゴブリン出します。当てていく！さて、なんなら、これにクロスを出すと、相手はファイブウッドのロイジェイだと思うので、コウモリが降ってくる。うい！さあ、陸行きのいいテスラ置いて、ガチガチくーメンジーとか言っとくんですけど、全然違う、俺の思ってたなと。だからなんならロイジェイとかが、いやこれ、ウッド。ウッド大事ですね、マジ。ウッドって思ってる以上に強いですよね。なんか最近ロイジャイ高回転にもウッドだし、なんか、なんだろうね。こう、ウッドってよく考えた時に強すぎじゃねって思いません？なんか、
最近なんたまたまなんかウッドめっちゃ使っていますよね。高回転のオールブレーカーもファイブウッドとかポイウッドとか、なんか上手い人のウッドってなんか意味わかんないぐらい強いじゃないですか。まあ、なんかウッドなんかあんま思わなかったですけど、そう言えばそう思えばウッド強すぎんっていうのが若干ありますね。まあそんなん言っても雪玉とかザップも強いしってなるんですけど、よいしょ、ウッドね、ウッド大事ですね。端前、このウッドによってタゲを打てないか、打てないか。コウモリいるんでこのヤリゴブリンちょっと大事にしたいですね。僕からしたらあのコウモリが若干厄介ですね。まあテスラ置いとけば何でもなりますね。なんとか、はい、最強テスラ設置。いや強い、テスラも強すぎだ。これは強いですね。でヤリゴブリンとかで8枚チクチク狙うのもありだし、まあ一回待ってもいいしって感じですが、チクチク狙います。でメガゴとかまあ咲きつつ、ああヤリゴブリン入った、神。オッケーオッケー、スパーキーで、スパーキーでしょ、であとテスラで止めつつトリトン引っ張ります。で相手リセットがないので、マジこのスパーキーが無双しますね。シャギー、いややば、もうこれお疲れ様ですって感じですね。絶望ですよね。だからロイジェイとかで受けたいけど、ロイジェイ出してもお前なんかいるやんけって。さあそんな中であと220、相手はもう諦めましたね。てかもう本当にメンタルいかれるんすね、このデッキ。さてはクロス置かれるだけならいいんすけど、このテスラクロスのこことかになおさらここでスパーキーとかいたら、いやお前いやお前ってなるっすよね。どうやって受けろってなるっすよね。こんな、まあ、ロケットか、最悪ロケットですけど、こうスパーキーに逆にロケット、スパーキーとクロスを一緒の場所にこう同じねロケットでピュンって撃たれなければ、言っちゃえばスパーキーにロケット撃たれました、じゃあクロスボウ止まんなくないっていうのにもねなりますし、まあ、逆もありですよね。こう防衛クロスとかしてそこにロケット撃ってきたら、じゃあ君スパーキー止まんなくないみたいな感じで、こうロケット価格にもなるっていうのがこのデッキのね、まあ、良さかなというところで、まあ、ちょっと陸受けがしんどいぐらいですかね。気持ち的に辛いのは、まあ、本当に相手のユニットに合わせて、あーこのヤリゴブリン高いですね、謎に高かったミスと。基本的に相手のユニットにスパーキー合わせればこれだけでもう3アド的なね感じなので、あとはスケラ打ってくるんすね。オッケーオッケー、いやーめっちゃめっちゃ美味しい、なんなら美味しい。これウッド打たずに我慢してクロスちょっと行きたいっすね、チャキりたいっすね。スパーキー打って、えこれ来たくない、だってボムタワーとか置いてもスパーキーでしょ、これどうやって受けんだろ、相手積んだっすよね。ゴボリ結構厄介ですね。まあ、テスラも置いて。お、殴れ！うぃ、来た！これだって終わりですね。相手絶望じゃないですか、これ。何がいる？あ、いい、ポイズン。で、ポイズン打ってくれても、まあ、言っちゃえばね、エリアド。まあ、ダメージちょっと受けますが、オッケーオッケー。いや、でかいですね。だから遅延、ん？テスラ、ん？言えね。遅延スキャラですね。遅延スキラに対してサトはめっちゃ強いですね、これ。スキラ思ってる以上に受けれる、まあベビーとナイトに対してメガゴっていうカードがちょっと強いですね。で盾溶かせてて、しかも、下をねヤリゴブリンとウッドで、言っちゃえばポイズン打たれてもアド取れるっていうので、なんか結構強いですね。やべやべ、ウッドとヤリゴブリンがね、サイクルがウッド転がしちゃったからだ、さっき。うん、ミスった。ちょっともったいないですね。まあですけど、これ、ロッコスクロスちゃければ、こう、相手を絶望のね、そこへ落とせるんじゃないのか。よいしょ。ピッ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 。よいしょ。で、ごぼうりからの、まあ、ベビーかなんかで頑張ってくると思うんですけど、そうですね。ここにもう、配置してあげてね。はい。配置完了。というところで、あとは、もうね、勝手に。建物がねやってくれるので、僕はもう見届けるだけかなというわけですね。で右側もちょっと狙っていきたいですね。ヤリゴブウッドで耐えれるのはできるだけ耐えていきたいんですけど、よし、ここですね。これね捨ててもいいんですけど、守れそうなので守れます。これヤリゴブとウッドで思ってる以上に守れますね。
あ、待って、タギが。オッケー。で、ベビーだけで対応してくる。よし、スキラーも守りつつ、ちゃんとクロスを通していくっていうね。この、両方ね、やっぱ大事ですから。何事もね。よいしょ。さあ、というわけで、もう一本取りたいですね。ファイブ打って、ウッドも転がし、間に合わない。間に合いませんが、もう余裕ですね、これ。公式戦でこの遅延スキルは絶対使ってくるだろうってやつにはね、このスパーキークロスでね、スナイプしていきたいなと思います。というわけで、今日はね、こんな感じで終わるんですけども、トロアゲもちょっとね、また動画出そうかなと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。皆さんぜひこれ使ってみてください。お疲れちゃんでした。またね。